空手チョップ。どうも皆さんこんにちは、カカトトでございます。はい、瓦割りします。はい、なんかボンって振り下ろして瓦を割るというゲームがあったんで、ちょっと面白そうなんでやっていきたいと思います。では行こう。はい、そしてこのゲームの遊び方なんですけれども、まあ手をねバンってやって瓦を割るというシンプルなゲームになっております。では早速やっていきたいと思います。とりあえず初めは優しく、結構簡単に割れるんだな。称号我が家の白帯、かっこいいな。さあ続いてはめっちゃ優しくやっていきたいと思います。おーわーそわー、あ、しっかりゼロになるんだ。まあということで次はね本気でやってる金。何このおしゃれなやつ。さあさあさあ、めっちゃ割れていく。これワンチャンセイくんじゃね。でもちょっとスピードが落ちてきたが、あ、船長の近所で有名な仙人。え、金だと割れやすいのかな。ちょっと普通のやつでちょっと全力でやってみるか。ほい、あー、やっぱり金の方が割れやすいな。ちょっとあのいろんな割り方試していきたいと思います。一個さ、すごい割り方気がついてさ、スマホをさ、なんかくるって逆向きに持ってさ、おはじきみたいにさ、シュッてやればさ、ブラーっていくことが分かった。ちょっとやるから見てて、いくよ。ほら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 、さらっと記録を更新していくタイプね。たださ、瓦のさ、値段さっき調べたらさ、まあ、300円ぐらいだったの。で、5分間で7875枚割ったということなの。